はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、ヒゲのある先生、長髪の先生、これどう思いますか？はい、先生にもですね、様々な見た目がありますよね。まあ、特にこういう髪型にしろとか、こういう服装にしろとかいう規定はないんですけども、まあでも私もね、若い頃はですね、バンドやってた関係で、本当にね、20代結婚する前ですね、長髪でした。こんな感じでした。はい、今やね、随分毛も減ってきましたけども、まあこんな長髪で学校に行った時期あるんですよ。まあ服装もね、この髪型で背広ってわけにいかないのでね、まあかなり適当な T シャツにジーパンみたいな感じで学校に行ってましたね。まあそれでもね、研究は熱心にやっていたんですよ。なんか髪が長いとね、実践ができないんじゃないかっていうような、他のことに気が向いてるんじゃないかっていうのもあるんだけども、まあでもね、そんなことはなかったですね。それとね、やっぱり昔の先生は、結構私が若い頃はね、ヒゲを生やしてる先生がいっぱいいらっしゃいましたね。長くしてる先生とかね。で、私はですね、ヒゲはそんなに伸ばしたことないかなって思われてるんですけども、実はね、本当に最後、もう50代になって夏休み中にですね、ヒゲをこう伸ばしてみたんですよ。そしたらね、面白くてね、そのまま伸ばし続けてみたんですよね。それでまあちょっとね、ちゃんと手入れもして、で夏休み明け学校に行ったんです。それでそしたら、まあ子供たちはね、その時は2年生の担任だったのかな、だから最後の年ですね、退職する最後の年ですね。まあ子供たちは一瞬、先生って感じだったんだけども、子供たちはね、意外とすぐ慣れちゃうんですよ。でそれよりもね、慣れなかったのが周りの先生なんですね。まあ私がその時に組んでいた男の先生も、私がひげ生やしてきたんで、一緒になってちょっと武将ひげ生やしてたんですよね。そしたらね、結構知らないところで指導が入ったらしくて、私にもですね、何回もメールが来てね、そのひげなんとかならないかっていうような、まあ副校長先生からですけどね、おそらくね、校長先生からね、言われて連絡してきたんだと思うんですよ。で私も、別にね、そのひげがあるないっていうのは実践には関係ないし、あと自分が授業してる時にね、ひげがあることなんていちいち考えてませんから、まあ、そんな風にして剃らずにいたんですよね。そうしたら、まあ何回も何回もね、面談が必要だとか、いろんな連絡を受けましてね、まあ、どうやらこれはこのひげを嫌ってる人がいるなと思ったんですね。で私が組んでた若手もなんか指導されたらしくてね、校長室でひげをきれいに剃ってきたんですよ。まあそんなことがですね、実践に何か影響あるのかなと私は本当思うんですよね。まあ日本という国がね、ひげ文化っていうことをすごく嫌う傾向がありますよね。特に公務員っていうとね、ひげなんか生やしてちゃダメだろうっていうのはあるわけですよね。まあひげに対するイメージの違いっていうこともあるので、まあ、仕方なしに私も剃ったんですよね。で剃ったら剃ったでね、よく剃りましたって話もないんですよ。メールが来るのが収まったというぐらいでね、まあある意味ですね、ヒゲが生えてるっていうだけで、なんとなくね、その髪が長いとかね、そういうことがその人格を確定する要素になってるような気がするんですよ。まあ確かにね、普通の人だったら普通のことしかしないだろうということなんでしょうけども、まあ、少し変わってるからね、髪を伸ばしたりひげ生やしたりするんだろうってことになるんですけども、まあ私だってね、ずっとひげを伸ばそうと思ったわけじゃないんですよ。ちょこっとやってみたぐらいの感じなんですよね。面白がってね、遊びなんですよね。だけどもやっぱりそれをすごくね、嫌だなと思う先生もいるっていうことは分かりましたね。まあ確かに私がね、伸ばしてる時にその隣の若手もね、伸ばしたので、まあそういう影響を若い先生に与えないでほしいから、村野先生がまず切ってくださいっていうような連絡だったと思うんですよね。皆さんこれどう思いますか？職場にひげ生やしてる人いませんか？その人はやっぱりなんとなく実践が薄いですか？まあ薄い人もいると思うけど、そんなことない人もね、いると思うんですよね。日本っていうところはね、やっぱりそのひげとか、その髪が長いとか、まあ、そういう文化についてはね、なかなか認めてもらえない感じがしますね。まあ私もね、負けて切っちゃいましたからね、まあ何とも言えないんですけども、まあそんな話を今回はさせていただきました。先生方もひげ伸ばしたりね、髪伸ばしたいなと思うことあると思うんですけどね、だから思ったらやってみればいいと思いますよ。で、まあ、飽きたらね、また切るとかいろいろありますから、その先生の個性ですからね、やっぱりそれは
それでいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、そう言いながらですけどね、例えば職員室の先生が全員髪長くて全員ひげ入ったらちょっと奇妙ですよね。だから、まあ、そういうことがね、やっぱり私の中にもあるので微妙な問題だなと思います。だけどね、それを変にこう禁止するっていう方向性っていうのはね、どうかなっていうふうにちょっと思いますね。それとですね、いよいよ第4回オンデマンドセミナー6月対策講座ですね、これがもう1週間前になりました。今のところですね、20名程度の方が申し込みをしてくださっています。ありがとうございます。でこのセミナーもですね、始まってから1週間ぐらい続きますので、いつでも参加できます。この時期から急にね、こう参加者が増えるセミナーなんですけども、6月といえばですね、魔の6月と言われているようなあれの目立つ時期ですよね。まあ、それに対してどういう指導をしておく必要があるかということを今回は学級経営を中心にお話していますので、よろしかったらご参加ください。はい、それとですね、この動画が良かったなと思った方はですね、チャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしております。それとですね、メンバーシップという有料サイトもやっておりますので、よろしかったらお申し込みください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。